とにかく可愛い、もうほんと可愛い、可愛い、もう皆さんね納得していただけると思うので早速お呼びしたいと思います。僕と一緒にやりたいことに挑戦してくださるのはこの方です。どうぞ。どうも、青井翔太です。よろしくお願いします。頑張るのだこんな可愛くても男の子なんですうちの青井翔太は、あでも綺麗だよ、はい、ありがとう。もう今日も可愛いですね、はい、ありがとうございます本当にね、もう会うたび会うたび可愛いなと思っているんですけど、僕は嬉しいです。入れちゃってください。すごいスパゲッティ。そうですね。ああもう柔らかくなってる。もう柔らかい。茹でてるわけではないんですが、ちょっと茹でてるような雰囲気で入れていきます。やっぱ熱いよね。熱いですよね。もうそのリアクションまで可愛いんだから。今、うん、声優界でいろんな年上の方もいらっしゃいますけど、ね、けどなんか一番お兄ちゃんになってほしい人ナンバーワンです。ふわ聞きました皆さん。可愛いです。はい、嬉しいですね。ていくことに抑えていくことによって熱い。かわいいな。もうずっと熱がっていてほしい。もっとネット入れますやめてカジさん。お呼びしたいと思います。どうぞ。おです。今日もかわいいね。ありがとうございます。ありがとう来てくれて。はい、ご飯食べたらその何食べたいですか、うん。あーそうだな。甘いものが食べたいです。かわいいよ。というわけで、はい、葵くんがかわいいのでこの後はですね、なんと葵翔太がやりたい10個のこともうかわいい。今回いつもと違う音つけてほしいぐらいですけども、このコーナーでは先生、じゃあネギをかわいいね。じゃあいちごがいい。いちごはい。かわいい。じゃあね、はい、このブルーハワイ青い形でタイトルは青い翔太です。夢みたいな感じのもついてて、そうもう可愛らしいこのねピンクがありつつこのフルーツもあって、ありがとうございます。し改めて青い翔太は可愛いんだなっていうことに気づかされました。とても楽しい。今回はなんとゲストは葵くんだけではございません。およよ。この方あられちゃうみたいな可愛いですね。呼ぶのよ。そして、あのね、葵くんがとにかく可愛い。あのね、正直本当ね、あの。可愛いというか綺麗だと思っちゃった。あ怖い。引っ張るの先生可愛いよ。あ、ありがとうございます。